フランシスコ・ゲレーロはルネサンス時代に活躍したスペインの作曲家、セビラに生まれ、没した。ゲレーロは兄のペドロと共に音楽教育を受けた。彼は創熟の天才だったに違いなく、17歳で、すでにハエンの聖堂の学長に任命されている。数年後、彼はセビラで職を得た。彼は歌手としても作曲家としても高い人気を誇り、 30歳を迎える前にすでに大きな名声を勝ち得ていた。この時期にすでに国外でいくつか作品集を出版していることも彼の名声の高さを物語っている。数十年間、スペインとポルトガルの各地で活躍し、時には神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン2世に仕えた後、1581年から82年の1年間、ゲレーロはイタリアを訪れ、 二冊の作品集を出版した。その後再びスペインで数年を過ごした後、彼は聖地パレスチナを訪れることを決意し、ついに1589年にその念願を果たした。この度で彼はダマスカス、ベツレヘムそしてエルサレムを訪れている。また、キトの戦場では二度にわたり、海賊の襲撃を受け、生命の危機にさらされ、財産を取られた上に、 身の代金目的で拘束された。その後スペインに帰還を果たしたところを見ると、身の代金は払われたのであろう。しかし、一問なしとなってしまった。彼は、不採者監獄に一時期収監されるといった浮き目を見る、こととなってしまった。最後にはようやく、セビリアの大聖堂でのかつての雇い主が彼を救出し、ゲレーロはそこで再び働くこととなった。 彼の聖地への冒険の天末は1590年に出版され人気を博した。1590年代末にゲレーロは再び聖地への旅行を計画したが、その夢を果たすことなく1599年にペストによりセビラで没した。スペインのルネサンス期の作曲家の中でもゲレーロは特にスペインで主に暮らし活動した人物である。 他の作曲家の多くは、その活動の多くをイタリアで行っている。ゲレーロは、同時代のビクトリアやモラーレスとは異なり、宗教音楽、世俗音楽の双方にわたり、多くの世俗歌曲や器楽作品、ミサ曲、モテット、樹南曲を作曲している。また音楽に多様な表情を与えることにたけ、高骨から絶望、憧れ、喜び、 宗教的静寂などを素晴らしく表現している。彼の作品は死後数百年にわたり人気を保ち、特にラテンアメリカの教会でよく演奏されていた。様式から見ると、彼は同時代のスペインで流行していたホモホニーを好み、印象に残る歌いやすい旋律を作曲している。彼の様式で特筆すべき点は、機能活性的な作曲法を先取りしている点である。 彼の先進性はペルーのリマで発見され、18世紀の作品であると考えられていた作曲者不詳のマニフィカトが後に彼の作品であることが判明したということからも示されているだろう。ありがとうございます。